背景には高知新聞の一面を飾りましたお二方が早く決まった時 の, ニュースを飾らせていただきました。僕は月刊高知から去ることになりました。かねて考えていたことでもう一度出発点に帰り、日出しからやり直してみたいです。本日は皆さんもお忙しいところありがとうございます。高知新聞さんは、マブさんとたかしさんお二人が出会われたとても大事な場所だと伺っております。それでは早速ではございますが、高知新聞社代表取締役社長中平正彦より歓迎のご挨拶をさせていただきます。よろしくお願いします。高知新聞の中平と申します。山田さん、北村さん、ようこそ高知新聞社へお越しくださいました。ありがとうございます。高知新聞は先日創刊120周年を迎えました。そういう新年の時にですね、今をときめくお二人を大変です。でお二人がの役がのモデルになりましたノブさん、小松ノブさんと矢口隆さんはですね、終戦間もない昭和21年に、高知新聞社が新しく発行したの月刊誌月刊高知という雑の編集部で、知り合いました。当時ノブさんが28歳、矢口さんが27歳で、柳田さんはもう完全に一目惚れしたと伺っております。それでただですね、ノブさんは以前に東京でお勤めになったこともあって、でお知り合いの方が国会議員になったということで、その秘書に請われてですね、会社辞められて東京に行きます。で柳田さんはそれを追いかけるようにして、翌年ですね東京に行きます。ですから皆さんもわずか、入社1年ぐらいで、東京に旅立ってきます。その柳田さん、お二人が夫婦がですね、若い頃に情熱を傾けたご雑誌、実際に現物ご覧になってですね、なんかこう感じ取っていただいて、役作りに少しでもお役に立てるなというふうに願っております。今日は本当にありがとうございます。こちらのモニターは古い写真です。真ん中が柳瀬さんと職場の仲間たち、そして向かって左側が編集部時代のノブさん、そして東京行ってからのご夫婦の近隣が一番向かって右の方です。それでは本日は皆さんもお忙しいところありがとうございます。高知新聞さんはノブさんとたかしさんお二人が出会われたとても大事な場所だと伺っております。多分きっとこの高知新聞でとても貴重な時間をお二人は過ごされたのかなと思うと、この後当時 の, 柳瀬さん、そして信さん、お二人は情熱をかけて作られたという新聞だったり、そういうのを見させていただけるということで、とてもワクワクしております。今回高知に、お邪魔して、昨日は香美市と南国市、そして先ほどは県庁の方にお邪魔したんですけど、とても皆さんが温かく迎え入れてくれて、これだけアンパンを期待していただいてるんだなと思うと思いましたし、そして何よりなんか一緒にこうドラマを作っていただいてるんだなととても感じました。この高知で感じた思いを大事にしながら撮影頑張りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、柳隆を演じます北村匠です。本日はありがとうございます。のぶさんと、柳瀬さんがこの高知新聞で出会った時27歳28歳だったというのが少々すごい運命的なものを感じるなという、我々も今27、28の
年でこの場所を訪れているっていうのがなんか応援を感じるなと思い話を聞いておりました。作品自体も、クランクインしまして、撮影も進んでおります。あの素晴らしいスタッフの中ですね、我々ものびのびと今信と高志を演じれているところです。これから1年と長い撮影の中で我々自身もきっといろんなことをアンパンマンのみならずこのご夫妻2人が紡いできた人生というものを感じながら楽しいことばかりじゃない時間もきっとあるとは思うんですが、そんな時はどうか皆様お力添えをいただいてですね、高知県の皆様の力と僕らもそれに負けないよう頑張っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。月刊高知の創刊号なんですけど、こちらの漫画は誰が描いたものと思いますか？が描いたものですか？柳瀬隆史さん。そしてこの女性誰か見てませんか？ノブさん、ノブさん似てるって言われてるんですよ。はい。当時の首質はすごい。そのところに柳瀬さんのカットがかかります。柳瀬さんが取材したデコもあるし、イラストもありますし、何でもあります。これこちら柳瀬さんが描いたデコで、イラストが柳瀬さん。僕は月刊高知から去ることになりました。かねて考えていたことでもう一度出発点に帰り、言い出しからやり直してみます。柳瀬さんの同僚の稲原さんが、人はそれぞれの仕事を示す場所を一生かかって探さねばならない。本当に自分を生かす仕事のためには、彼、柳瀬さんのことなんですけど、柳瀬さんは今それを見出したのだから喜んで送り出そう。柳瀬さん退社後も高知新聞と関わりがあって、高知新聞を辞めて10年後に連載が始まったんですね。ちょっとこれここにいろいろ書いてるんですけど、高知で生まれ、高知で育ち、高知新聞社に勤めていたことのある僕は、高知新聞に連載漫画を描きたいというのが悲願でした。今幸いにそのチャンスを与えられて胸がドキドキしましたって書いてあります。じゃあ行きます。それ受け、素晴らしい、ありがとうございます。